編集長も来れるということだったので、あ、じゃあついでにみたいな感じのついで Vlog みたいな感じで密着してもらいます。じゃあ久しぶりっていうことで募る話もあると思うんですけど、まあ、飲み物飲みながらお話ししていきますか。お疲れ様です。お疲れ様です。うま。今日はリンガレさんにお邪魔してます。いつもお世話になってます。ワンちゃんが本当に中に入るから、てかうちの犬っぽくなってるけど全然違うからね。あのお店のなんか看板犬みたいな感じでいたので、トークテーマじゃあるありますか。トークテーマありますよ。やっぱ募る話恋愛系が多いかなって思って、なるほど、ね、恋愛系たくさん用意してきてます。気になるよ2人のうちは、はい、じゃあトークテーマ1。最近みんなはいつチューしましたか。カレンダー見るの。絶対見そうやば。いや、え、1ヶ月ぐらいしてません。え、最後にした相手は好きって言って、おー、すいません、4日だよ。まだ、昨日これがエッグポッキー。昨日お相手は君っぴでもなんでもない。なんでその日出会ったね。あ、そう、あ、そう、コキメイだね。コキメイだね。かっこいい。もうマジ1ヶ月ぐらいです。1ヶ月か。オトピと1ヶ月前ということで、はい、キーちゃんはオシピ。あー、オシピ。あ、そうそう、オシピ。うちの中でオシピとオキピとスキピがいるわけじゃない。あー、わかるわかる。オキピは、うん、気になるとか気に入りとかの字じゃないですか。オシピできたことない。できもない。正直ない。私、繋がれないのがオシピだと思って、うんうんうん、あ、チューできたね。すごくない。でも、まずそもそもネット上に出てきた人が推しにもならない。めちゃくちゃいいじゃん。付き合おうとかってなってるわけじゃないからさ、ライクなやつなのかもしれない。あ、まあまあライクですね。最近までさ、なんか4人ぐらい出てた人いたんだけど全員脱落した。脱落脱落っていうのは、キレちゃんのマッチョの存在もあるし、デートとか行ったけど付き合おうとかなんかそっちの進展せず、そう、終わって、やっとおしぴがまたできて、で、そのおしぴともまた付き合うとかないから。これで遅いんですか。いや、彼氏が欲しいんだったら嫌だけど、でもなんかちょっと舐められてる感あるのかなと思って。あ、じゃあ、ちょっと分かる。え、なんかナーナーとしてもいい女と思われても嫌なの。めっちゃ分かる。それはめっちゃ分かる。最近気づいたんだけど、よく考えたら今まで適当に遊んできてるよ。いや、なんか相手からすると舐められる。いや、でもリハナがそうはなく、うん、見たことない。大事にされてるイメージ。舐められてるとは思わないです。逆に追われてる側だと思って。付き合わないでさ、終わったやつってもしかしたら舐められるのかもしれない。いやなんかさ、やっぱリアナってさ、まあ旗から見たらお嬢様だしさ、まあ、モデルもやってるしさ、そういう印象やった。グイグイいけないんだと思って。お嬢様だから、まあ、確かに止まれてる世界からマシマシ。あと最近思ったのが、好きな子とかって何人いてもいいんじゃないかって思った。だって彼氏とかいないんだったらいいと思う。ただルールとしては一回は一人おしっぴでしょ。それはそれはそう、マジマジマジ。結構やばそう。次、最近のみんなの恋愛事情、もうちょっと話してもらっちゃったんだけど。そうだよ、話してないって言ってるじゃん。え、だから彼氏はいません。ないない。作りたいとかある？ないよ、そう、男遊びとかじゃなくて、彼氏っていう概念に縛られて自分が行きたくないから、まあ自分を優先させたい。彼氏なんかダメよ。そう、なんか困った人を不安にさせないようにっていう頭で行動しちゃうから、その行動がちょっとダメ。行動とかその考えで動くのがダメ。それは彼氏なし女子会ってことね。そう、そうだよ。おきぴはいないんだよね。でも割とさ、おきぴにご利用されたりさ、付き合いそうだよ。だから別にワンチャン付き合ってもいいかなって思ってて、あ、別に好意がないわけじゃないんですけど、今じゃないんだよねって感じ。あ、ないんだ。でも最近はなんか別でこの東京に、大丈夫？なんで？全然いいんだけど。年上のお兄さんってめっちゃいい、紳士、超紳士で、デートとかも一人してセブンとかじゃない。だからそれだけじゃないみたいな。エリは別にでもその恋愛したいわけじゃないから、恋とかはなかったんですけど、なんかその相手とこの間二人でご飯食べてる時にいきなり改まって。得られる人ができたとか言われて、エリ別に気持ちなかったけど、そうやってでも言ってくれるのはそこの紳士的だけど、空間が気まずくなっちゃって、いや、会話広げるためにいや、どんな子なのみたいな聞くけど、いや、まあ、うん、みたいな感じだったから、中学生、気まずい、みたいな、中学生、やめてやめて、気まずいって、みたいな、どんな人なの？自分で分かってるのに聞くやつ、違う、エリじゃないの。え、逆にそう、違う人ができて、違う気になる人ができ
たから、この関係一回話を改めてされたわけよ。自分じゃなくて誰かも。そう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 。バカ正直だったんですよ。そうそうそう、めっちゃ普通に紳士のバカ正直だよ。でもそういうやつの方がさ、よくない？なんか付き合ってたし、いい人いい人だなって思ってた。え、ちょっとぽっかりや心には穴開かなかった。開かない、開かない。だって感情ないもん。好きなのタイプが分からん。ね、分かんない。めっちゃ分かんない。え、確かに好きなタイプどんな人？めっちゃ分かんない。まず追われたら嫌になっちゃう。クズしか好きになんないよ。最初から好き好き追われたら嫌になっちゃう。なんか自分のこと好きじゃなさそうだなっていう人で、でもなんかちょっと好きそうみたいな。ぐらいが一番気になっちゃうけど、うん、そうです。え、むずそう。むずそう。いや、大人の恋愛で告白しないよね。そうなんですよ。しないよ。え、じゃあどうですか？いや、勝手に始まってない？もう。え、うちだったらどうしよう。セフレなのか、セフレなのか。え、なっちゃう。え、でも、それやるし、なんか、つけようって言わないと、捕まえられないよっていう女なんですみたいな。あー、かっけえ。異性を好きになるタイミングが好きなの。そうなんですね。こいつ何考えてんだろうって逆になっちゃったんですけど、それを男にさせるんですよ。エリ逆にこいつイケメン、こいつのこと落としたいって思って落とそうとしてる時にも好きなの。あーめんどくさい。で、自分がどんどん沼にハマってるやつ。あー抜けられないやつです。え、でも落としたいって思って落とすために頑張りたい。でもそういうのやりたいなって思うけど、落としたいって思うけど逆にね。そうそうそう、簡単に言っちゃうと好きって言われると好きになると。でもなんか好きって言われたらこいつめっちゃセンスいいんじゃねって思い出す。ああいいじゃん、いい、素敵素敵、大正解だよって。なんかもうこっちも気持ちがいい。大正解だよ。でもやっぱうちエロい男好きだわ。エロい男好きだわ。これされたら冷める行動は好き好き言ってて、女の影しやかさ、女の影ある人ってめっちゃ振り返って、リンのことを思ってないだろうな、お前の行動を、言動を頑張り、リンのことを考えてたら、その言動を行動できなくないみたいな行動されたら、相手のことを思いやれないのがいいかもなっちゃう。まあ、ちょっとご飯が来たので、食べながら雑談というか、食べていきたいと思います。トルコアイス？おいしい？主催ありがとう。いやいやいや、おめでとう。やっぱ人を吹くバスのって楽しいよね。楽しいよね、うん、こっちもハッピー、うん、しかもさ、ちゃんとわざわざブランドまで分けてるのがさ、ちゃんと選んでるよね。愛情じゃない、うん、本当にマスカラ、やばい、しかもさ、マスカラのペースってあんまないからね。嬉しい、絶対可愛い。わ、待って、アイシャドウだよ、アイシャドウ。めっちゃ期待してます、色味。あ、これあれじゃない？違うね。すげえ、可愛い。可愛い。この前なんで、どうしようかな、見てた。でもどれがいいか分かんなくてやめた。かわいい。いいじゃん。これ絶対あのおこなんですよね。おこな。おこなね。いい。ドンキの600円ぐらいのおこな使ってる。よかったです。可愛いですね。ね、アイシャドウのエリカっぽい。エリっぽくない？かわいい。やばい。これ見た瞬間これだなと思って。え、めっちゃめっちゃセンス。次もね、雑誌があると思うのでバチバチ持ってください。ありがとうございます。おめでとう。おめでとう。ラスト、抱負だけください。人としていろいろ成長できるところはまだたくさんあるので、成長させつつ自分中心の人生をこれからちょっと一瞬歩みたいもんのはあります。他人に左右されすぎてたんで、自分のために行きたいと思います。とりあえずハブラシ。
たいから、いい女になって、今年はモテ期頑張ろうと思って、ね、モテ期一生モテ期でしょ、全然イエーイハッピー